こんにちは、よろしくお願いいたします。今日はどうされました？やっぱ口を開けると銀歯が目立ってしまうので、はいはい、その銀歯を白くしたいですか？じゃあその銀歯のところを含めてお口全体をですね、確認させていただいて噛み合わせ等を見させていただきまして、一番いいそのセラミックをこちらで選択させていただきまして、それをまずご説明していきますので、まずは検査をさせてください、はい。今、これはお口の中全体 のレントゲン写真になります。でここの部分はですね、白く写っているところが金属のかぶせ物になります。下の歯というのはお口を開けるとやっぱどうしても金属が見えてしまうので、お仕事上もね悩まれているところなので、これを外して削って体取りさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では本日お疲れ様でした。今お口の中に合わせたセラミックはですね、つけたばっかりなので20分から30分ほどまずお食事しないようにしてください。でお手入れの方法は普通に歯ブラシをしていただいて構いません。であとは糸ようじのようなフロスっていうものを通していただいて歯と歯の間を清潔に保ちましょう。まずはですね、入れたばっかりなので柔らかいものから試しに食べて少しずつ慣らしていってください。よろしくお願いいたします。ヒロデンタルクリニック院長の山崎平光です。まず一つの歯にこだわってしっかり治療していくことが重要なんですが、あとはですね、その一本の歯に対してトータル的な噛み合わせとかやっぱバランスを考えていかなきゃいけないので、噛み合わせだったりあとは歯茎の状態、歯周病の状態ですね、それをしっかりケアしていきながら、今現在の状態を未来にしっかりとつなげていくような方針でやっていただいています。